シドニー大学は1850年にオーストラリアのニューサウスウェールズ州の州都シドニーに設立された同国最古の世界屈指の名門大学である。世界大学ランキングでは常に上位にランクインするほか、シドニー大学は規模、名声ともに総合大学として常に高い評価を受けている。2018年の QS 世界大学ランキングでは、 世界のトップ25大学の一つに選ばれ、卒業生の雇用スキルランキングでは、世界トップ4位以内にランクインしている。卒業生には5人のノーベル賞受賞者と2人のクラフォード賞受賞を生み出している。オリエンテーションウィークの風景シドニー大学は、その研究と実績の観点から、オーストラリア国内で、高ランクの大学連合オーストラリア8大学に所属し、 また環太平洋地域を代表する37の主要大学で構成される環太平洋大学協会のメンバーでもある。ザ・インパクトランキング2021では世界2位にランクインし、国連の SDGs を基準として大学の社会貢献の取り組みが高く評価されている。世界の最も美しい大学キャンパス中にランクインされたほど、 2018年の QS 世界大学ランキングにおいて人文科学の分野で15位、社会科学の分野で14位、生命科学の分野で15位の評価を受け、2015年の QS 世界大学ランキング総合評価では世界37位であった。大学のメインキャンパスはシュドニー市街の南西に位置し、オックスブリッジ式で近年の統合により他にキャンパスがいくつかある。 卒業生には、ジョン・ハワードをはじめとする7人のオーストラリアの歴代首相、2人のオーストラリア総督、24人の最高裁判所判事、著名文化人の名前が挙げられる。また、学術研究においては、世界最古の国際的なフェローシップ制度である、ローズ小学生に110人がノミネートしている。メインキャンパスは、世界の最も美しい大学キャンパス12ランクイン。 している。キャンパーダウンとダーリントンの間に位置し、シドニー都市中心部から近い。学部による登録の割合シドニー大学の登録者数17。学部が3つのカレッジに属する学生量、レジデンシャルカレッジ2021年の QS。世界大学ランキングでは、シドニー大学は世界40位にランクイン。オーストラリア国内においては2位にランクインと常に、 高い評価を受けている。また、学術的な評判は、世界トップ27位にランクインした。以下は、各科目別の QS 世界大学ランキング。2021年の US ニューズワールドレポートでは、世界トップグローバル大学ランキングにおいて、シドニー大学は27位で、国内2位と評価された。2020年の世界大学学術ランキングでは、 世界トップ74位にランクインし世界のトップ大学0.7%に入る。QS 世界大学ランキングでシドニー大学卒業生の雇用機会は世界2位にランクイン。1位に同国内アジアパシフィックでランクインしている。ありがとうございます。